はい、皆さんこんにちは、アキです。で今回なんですが、先日の Amazon セールの時に購入したこちらのですね、サンディスクのポータブル SSD1TB を購入しましたので、今回レビューしたいと思います。で、用途としましては、 Mac mini は最近購入したんですけど、一番容量の低い SSD256GB のものを選んだため、動画編集時にですね、内蔵ストレージが肥大化してしまって、常に容量が少ない状態で Mac mini を使用する必要がありまして、快適に作業できなかったんですね。で、実際にですね、動画編集時に Final Cut Pro で購入したこちらの SSD 使用してみましたが、内蔵ストレージと同じぐらい快適に使うことができましたので、僕はもう大満足です。はい。で、比較にはならないかもしれませんが、ウエスタンデジタルの外付け HDD と購入したこちらのサンディスクの SSD からですね、ファイナルカットのライブラリー、あとファイルを読み込ませて、動画編集時の動きの比較テストしてみましたので、ご覧ください。Mac の無料アプリケーションソフトでディスクの速度を計測できるアプリケーションをダウンロードしてみました。で、今画面に表示されているのがウエスタンデジタルの速度です。書き込みが 35MB/s で、読み取りがですね、36MB/s となっております。かなり遅いですね。で、次にですね、表示されている画面のものが購入したサンディスクの速度です。書き込みが 340MB/s で、読み取りが 385MB/s となっております。でですね、こちらのサンディスクの SSD がですね、USB 3.1 セカンドジェネレーションの端末で使った場合、最大の転送速度が 550MB/s ということだったんですけど、それにはちょっとあの足してないんですが、まあ個人的には十分満足しております。ウエスタンデジタルの HDD よりも10倍ぐらいですね、差がありますので、僕的には満足です。で、次にですね、表示される速度がですね、 Mac mini の内蔵ストレージです。書き込みが 2334MB/s で、読み取りが 2906MB/s となっておりまして、超絶速いですね。すごいですね。すげえ。ではウエスタンデジタルの HDD に入っているファイナルカットプロのライブラリをちょっと読み込ませて、編集作業するところの動きですね、ちょっと確認したいと思います。マイパスパッドフォーマックで、で、このライブラリを読み込ませます。で、今ですね、このプロジェクトがウエスタンデジタルの HDD に入っているファイルから読み込ませてます。で、ちょっと再生とかしてみますね。やっぱりなんか延定しますね。で、こちらのですね、プロジェクトで一箇所倍速かけてるところあるんですよね。で、ここかな、ここにカーソルを合わせてスタート押すと、このようにですね、毎回レインボーカーソルが出て、しまいにこういうふうに、ポップアップが出てですね、ちょっとストレスがかかるかなっていう感じですね。で、保管どころも、微妙だな。というわけで、やっぱりちょっと HDD ではできますけど、ちょっと延定があるんでストレスがあるかなっていう感じですね。じゃあ次は購入したサンディスクの SSD から、同じライブラリをですね、ちょっと読み込ませてみたいと思います。では先ほどと同じファイルをですね、今度はサンディスクの SSD から読み込ませてみましょう。はい、今プロジェクト開きました。で、このプロジェクトは先ほどと内容が同じプロジェクトなんですけど、読み込んでるところが先ほどは HDD だったのに対して、今は SSD から読み込ませてます。で、
やっぱり先ほどと比べると結構差がありますね。こっちの方がサクサク動きますね。で、先ほどの速度ですね、倍速かけてるとこちょっと、再生させてみましょう。あ、ここですね、ここでちょっと、再生させますね。先ほどはここで再生させたらレインボーカーソル出てたんですけど、やっぱり SSD だと、読み込みが早いおかげかレインボーカーソル出ないですね。これだったらね、普通に快適に使えるなっていう感じがします。今回は素直に SSD 買ってよかったかなって思いますね。普通に体感的には Mac mini の SSD と、何ら変わらないような感じがします。はい、1点補足なんですが、今こちらの動画自体、購入したサンディスクの SSD にある、Final Cut Pro のファイル、ライブラリーなど読み込ませて作成したものでございます。で、実際ですね、操作してると、まあ普通にですね、Mac mini の内蔵ストレージのように使えているんですけど、作業してる時にこのようにですね、ポップアップが表示されて、まあ、ビデオの再生中にコマ落ちがありましたみたいな感じで、表示されるんですね。でですね、ちょっと今のですね、 Mac mini の内蔵ストレージ 50GB ぐらい余裕がありまして、まあ、今使ってるメモリはこんな感じですね。まあ一応性能的には十分余裕があると思うんで、おそらくこれはこのコマ落ちのエラーに関してはやっぱ外付けで読み取りしてるから、でかつこの SSD 早くても、まあ、ちょっとそこまで早くないからっていうことなのかな、ちょっと分かんないですけど、このように表示されるんですけど、実際ですね、特に問題なく使えてます。で、動画編集し終わって書き出ししましたけど、特にですね、このようにポップアップが何回か表示されても書き出した動画に問題があるっていうことはなかったです。では購入したサンディスクのポータブル SSD の簡単なスペックをご紹介いたします。読み出し速度がですね、最大1秒 550MB、 IP55 の防滴性と防塵性、最大2メートルの落下に耐える衝撃と振動に強い高耐久モデル、あとは USB3.1 のジェネレーション2の超高速転送に対応しているとのことです。で、1TB は2020年12月12日の時点で現在14,800円で、2TB は24,800円でですね。で、僕はですね、この Amazon のセール、この前、セールの時に12,800円ぐらいで購入できました。はい、でこちらのですね、SSD がタイプがスタンダード、ミドルレンジ、ハイエンドモデルがあるんですが、で購入したのは転送速度が一番低いモデル で、ミドルレンジとハイエンドになるにつれて値段と転送速度が高くなりまして、で本体のサイズ、重量もやや大きくなります。では次に本体の大きさや重量なんですが、今画面に映っているのが左から iPhone X と、あとマジックマウスと、今回購入したサンディスクの SSD なんですが、こちらの本体の、長さがですね、縦が 96.2mm で、横が 49.55mm で、重さが 38.9g とのことです。で、ちょっと手のひらにですね、置いてみましょうか。でこんな感じなんですが、ちょっと画像では実感できないかもしれないんですけど、かなり小さくて軽いです。僕こんなにちっちゃかったとは思わなかったんで、すごい届いてからびっくりしました。で、この中に 1TB 入ってるってすごいなって思って、で、ちょっと 2TB どうせなら買えばよかったかなって後ほど思いましたが、まあ、今後SSD ももっと価格安くなるかもしれませんし、1TB で今回は良かったかなって思います。では次に付属品なんですけど、まず箱から開けると本体と、USB-C のケーブルと、あとこれがですね、
変換アダプターですね、 USB 3.0 を使うときに、この USB-C 端子に挿して、使います。であとは説明書があるだけで、中身は本当にシンプルですね。あとは Amazon の製品ページでは信頼の3年間限定保証ってありますんで、まあ結構長い保証がついているようです。でこちらなんですが、現在 Mac mini に接続している状態ですね。 SSD 自体がコンパクトで軽いので気軽に接続できるっていう感じがします。というわけで今回はサンディスクのポータブル SSD のレビューだったんですが、これだけ快適に使用できればやはり容量が一番低い 256GB の Mac mini を選んで正解だったかなって思います。はい、それでは今回こんな感じで終わりたいと思います。もしよろしければチャンネル登録とか高評価していただければとても嬉しいです。ではまた。